ボートレース下関の開設62周年記念 G1 協定王決定戦、いよいよ準優勝戦、優勝戦進出を目指しての戦い第1弾第10レースの開始を迎えます。対戦メンバー1号艇白井英二、2号艇吉村正明、3号艇菊池光平、4号艇山崎群、5号艇吉田閣郎、6号艇渡辺浩二、以上の6名です。1、2、3、4、5、6、人気は地元1号艇白井英二、そして相手同じく地元2号艇吉村正明と、この地元両者のワンツー決着にファンの注目集まっていますが、きっちりインから勝利になるか。1号艇白井英二1コース、2コース2号艇吉村正明、そして3コース3号艇菊池光平、4コース角です、4号艇は山崎群、5コース5号艇吉田閣郎、大外6コース6号艇渡辺浩二で枠なり3対3。今日は風向き変わる、そんな傾向もありますが、今は追い風です。スリット付近緩やかな追い風。第10レース1つ目の準優勝戦、枠なり3対3、注目は地元1号艇白井英二の陰線。第10レース準優勝戦、進入インコースから1番2番3番4番5番6番でスタートしてきました。1コース1号艇白井、0台前半かという好スタート、トップスタートを決めています。1号艇白井英二がさあまずは逃げる、刺す2号艇吉村、コンパクトな差しが入ってくる、あとは4番さらには5番3番6番ですが、2号艇吉村正明が差し抜ける、1停止半スタート、いった1号艇白井英二ですが、現在2番3番手を内から6号艇渡辺若干優勢が4号さんとすぐ外に控えて、スタートは前提正常でした。2号艇の吉村が主導権、1号艇白井渾身の差し返しですが、2号艇の吉村がどうやらしのぐ、3番手は6号艇の渡辺に接近して4号艇山崎がさあ抜き去ったかというところで、現状214レースは2周目、2号艇吉村が2停身のリード、2番手1号艇白井、3番手は4号艇山崎優勢で3番6番5番追いかけています。2号艇の吉村トップ、2番手1号艇白井、3番手は4号艇山崎が先に回る、3号艇の菊池の差しも及ばず214のままです。3番手4番手定価は2停身くらい、4号艇山崎リードで4番手に3号艇菊池、5番手の外に6号艇渡辺、最後方5号艇吉田です。214じわりリードを取りつつされます。5、6停身のリードトップは2号艇吉村正明、2周2マークの旋回、2番手は1号艇白井英二、3番手4号艇山崎、ちょっとバラついて一気に3号艇菊池が3番手です。4号艇山崎がちょっともつれて交代して、そして3番手は3号艇菊池が2停身のリード、213最終1マークへ向かいます。2号艇吉村正明トップで最終1マーク差しを決めています。2番手1号艇白井英二、3番手は3号艇菊池光平が最後の向こう上面で2停止くらいリード、3番手キープの213、2連単21は 18.4 倍、3連単213 45.9 倍を示しております。地元両者が結果的にはワンツー体制、しかし勝っていこうかというのは2号艇吉村の方です。21、そして3番手は3号艇の菊池がそのまま守って213、第10レースの準優勝戦、1着が2番の吉村ゴールイン、2着1番白井ゴールイン、3着3番菊池ゴールイン、あとは4番6番5番の順でゴールイン。